音でワイングラスは割れるか。皆さんは音の力をご存知でしょうか。身近にあふれている音ですが、その音を使ってワイングラスを割ることができるんです。どうやってやるのか気になりませんか。今回は振動の一種である音を使ったワイングラスの音響実験を通して、ワイングラスが割れるメカニズムを知り、身近な音について一緒に勉強していきましょう。まずは振動の理論についてです。身の回りの簡単な振動現象にはブランコや振り子などがあります。物体はそれぞれ揺れやすいリズムを持っています。このリズムを物体の固有振動数と言います。そして共振とは、物体を固有振動数で揺らすことで物体の振動が増大する現象です。この共振は一般的に危険な現象であり、時には建物を崩壊させてしまう原因にもなり得ます。それではここで簡単な物理モデルを使って共振現象を見てみます。マスとバネにより固有振動数 1Hz で振動しています。地面の振動数を変化させながら揺らすと、マスはどのように振動するのでしょうか。答えはこのグラフのようになります。横軸に地面の振動数、縦軸にマスと地面の振幅比をとっています。このように固有振動数でない振動数で揺らしても、マスはあまり振動しません。一方、固有振動数で揺らすとマスは共振し、振動は増大していきます。それではワイングラスの振動の様子を見ていきましょう。ワイングラスを対象にハンマリング実験で得られたデータを利用して、このように横軸に振動数、縦軸に力分の変異であるワイングラスの特性を描くことができます。この最初に現れる大きなピークが1次モードです。そして2つ目に現れるピークが2次モードです。この図から1次モードと同じ振動数で過信すれば、最も大きく変形するということがわかります。それでは1次モードではどんな変形をするのでしょうか。見てみましょう。ワイングラスを上から見た場合、そして斜め上から見た場合のアニメーションです。これによりワイングラスは1次モードで前後左右へと伸び縮みし、楕円形のように変形するということがわかります。それでは実際に実験してみましょう。まずワイングラスの共振を起こすため固有振動数を測定します。固有振動数を測定するために今回はスマートフォンのアプリを利用します。測定の様子を見てみましょう。グラスを弾いて音をスマートフォンのマイクで計測し、最も大きなピークを探します。今回は 961.6Hz にありました。 961.6Hz の音を発生させるとワイングラスが共振し割れるか、実際に見てみましょう。今回の実験の実験概要と器具についての説明です。この絵のように器具をセッティングし、スピーカーから出る音でワイングラスを揺らし、その様子を観察しました。ジェネレーターで出す音と音量と周波数を調整します。アンプで音量の微調整をします。安全面を配慮し、スピーカーとワイングラスは水槽の中に入れました。スピーカーの高さをワイングラスの縁に合わせて揺らしました。ワイングラスの揺れを見やすくするためにストローを入れてあります。こちらが実験動画です。出す音の周波数は先ほどのワイングラスの共振周波数と同じ 961.6Hz です。ワイングラスが共振し、ストローがくるくると回っています。見事割ることに成功しました。まとめです。ワイングラスは固有振動数に一致する音を与えることで共振現象を利用して割ることができます。